近藤十三文政十二年六月十六日は、江戸時代後期の幕臣、探検家、意名は森茂、豪和、聖祭、昇天新人、間宮林蔵、平山高蔵と共に、文政の三蔵と呼ばれる、十三の別邸にあった、目黒新富士、槍が先事件の発端となった、歌川広重が、明和八年、五千手組よりき、近藤右、柏で守るうちの三男として、 江戸駒込に生まれる、山本北山に儒学を支持する、同門に、大田金城、小川新山、大田前妻がいる、幼児の頃から神道と言われ、8歳で4書5教を、ソランジ、17歳で、私塾、白山義学を開くなど、並々ならぬ学祭の持ち主であった、生涯、64種1500余館の著作を残している。 父の隠居後の完成2年に五千手組より行きとして出資、日付盗賊改め方としても勤務する。完成6年には松平定信の行った湯島聖堂の学問吟味において最優秀の成績で合格する。完成7年、長崎武行手付、出役。完成9年に江戸駅三市支払い勘定法、関東軍内付出役と営進する。完成10年、幕府に 北方調査の意見書を提出して、まさきエゾ地御用取扱いとなる。四度エゾ地へ赴き、最上徳内と千島列島、江戸ロフ島を探検、同地に、第二本恵みトロフの木柱を建てる。松前奉行設置にも貢献する。江戸チ調査、開拓に従事し、貿易商人の高田や貨幣に、国知りから江戸ロフ間の航路を調査させる。年の探検の記録、にて、 悪天により、足止めになり道の悪さを痛感、死費を投じて道路を改作させた。いわゆる、ルベシベツ山道であり、北海道における道路建設の講師となった。今日は3年、建籍により消費新型となる。文化4年に、ロシア人の北方侵入に伴い再び、まさき武行出役となり、五度目の絵ぞ入りとなる。その際、利尻島や、現在の札幌市周辺を探索する。 江戸に帰国後、将軍、徳川家なりに、おまみを許される。その際、札幌地域の重要性を解き、その後の札幌発展の宣弁を開いた。文化五年に、江戸城公用山文庫の書物奉行となる。しかし、地震過剰で豪坦な性格が見とがめられ、文政二年に、大阪金番を弓奉行に左遷される。この時、大塩平八郎と会ったことがあり、従蔵は、王子に、 畳の上では死ねない人という印象を抱き、大塩もまた、十造を、畳の上では死ねない人という印象を抱いた、文政四年に消布信入りさ控えを命じられ、江戸滝の川村に併居する。十三は、本宅の他に、三田村僧が先に、広大な誘致を所有しており、文政二年に、富士港の信者たちに頼まれて、その地に、富士山を模した富士塚を築造した。目黒新富士。 近藤富士、東、富士などと呼ばれて、三景客で賑わい、門前には、露店も現れた。文政九年に、上記の三田の屋敷の管理を任せていた長男の近藤、富蔵が、屋敷の敷地争いから町民七名を殺害して、八条島に流罪となり、父の重蔵も連座して、大見国大公藩に預けられる。大藩は緊急に、屋敷地内に老屋敷を増築し、 ハイルニンを迎えた。ヒカリネイは銃蔵を丁重に扱ったと言われている。時の著名人でもあった近藤は、昭藩と家時計系に近く学問や見識を得ることへの関心が高かった大溝藩において、銃蔵は格好の陳客とも言えた。ルニンではあったが、近藤は書物を与えられ、藩士を相手に意見交換を行ったり、藩士と監視を昭和したりしていたことが伝わる。近藤は、 大溝で、本草学書、広州本草を全30巻を表した。大溝を中心とした、大溝国の植物の、いわゆる植物図鑑であったとされるが、現存しない。近藤は、流在中の罪人であり、当初の監禁状態が緩んでいたとしても、陣屋周辺の散策採集であり、大溝内を自由に出歩くようなことはできなかったため、当然ながら、大溝藩内部の協力があったと推測される。 入るのまま、文政12年6月16日に、同地にて死去、去年59、大溝藩内の沿江禅寺の達中随節院に、葬られた。死後の蔓延元年に重蔵の連座処分は許されたが、長男の富蔵は、半世紀以上赦免されず、富蔵による暴富の母参は、富蔵の流刑から53年を経た、明治13年に、ようやく実現した。 随節院の墓所西禅寺と円光寺の達中随節院の2箇所、ありがとうございます。